はい、どうも KB です。今日はですね、ちょっと面白いものを、購入しましたので、紹介したいかなと思いますね。で、何を購入したかって言いますと、これですね。見てもらって分かるんですけど、通常のスティックと比べてだいぶ黒いじゃないですか。これ木に詳しい人だったら分かると思うんですけど、マホガニっていう素材のスティックなんですよ。で、マホガニのスティックって多分そんなにこう出回ってないと思うんですよ。大体がヒッコリー、オーク、マホガニか、ん？違う、マホガニじゃない、なんだっけ、メイプルの3つだと思うんですけど、これがマホガニのスティックっていうことでちょっと購入してみました。なかなかね、こう見る機会や音を聞く機会っていうのもないと思うので、ぜひとも聞いてもらいたいなと思うんですけど、ですね、そうですね、ライドとかこっちを叩いた方が分かりやすいかなと思いますので、いろいろこう変えてみたいと思いますね。で、ちょっとこの、ビデオカメラのマイクなので伝わるかわかんないんですけど、そう、ヒッコリー、オーク、マホガニの3つは今ここにあるので、その3つをちょっと試してみたいかなと思います。はい、では、まず土定番の、ヒッコリーからいきたいと思います。では、次はオークいきたいと思います。では、最後に、先ほど紹介しました、他に行きたいと思います。はい、という感じで、ヒッコリー、オーク、マホガニという順番で、聞いてもらいましたが、いかがだったでしょうか。当然ね、3つともこう音色が変わるんですけど、あとはもうこう好みとか、あとそのジャンルとか、あの曲調とかで使い分けるのも面白いかなと思いますね。で、今回これを購入したマホガニに関して言っちゃうと、個人的にはそうですね、なんかそうだな、バラードとか、なんかそういう時になんか使いたいかなっていうイメージですね。意外とこう思ったよりか、こうなんていうのか、ちょっとこう柔らかい感じが個人的にはするので、そういう時になんか使いたいかなと思いますね。で、ですね、意外とこのマホガニのスティック、なんていうか、ヒッコリーとかと比べるとだいたい同じ口径、同じ長さだとこれ思うんですけど、軽いんですよね、やっぱり。で、中がこう詰まってない感じがします。なんかちょっと、まあ、空洞とまでは言わないですけど、なんかこう、なんか一本こう芯がないような、そんな感じのスティックなので、これ、まあ、使って
ったことがないので分かんないんですけど、もしかしたらすぐに折れちゃうのかもしれないです。なのでちょっと今後どうなるかっていうのはちょっと分かんないんですけど、使ってみてこう耐久性が良かったとか、あとそのすぐに折れてしまったとか、そういうのもなんかありましたら、ぜひともこうなんか動画にしてこう紹介したいかなと、紹介違うな、報告したいかなと思いますので、ぜひともこう参考にしてもらえたらなと思いますね。まあ、あとはその最初に言いましたけど、メイプルがあったりとか、まだこうもしかしたら自分が知らないだけでなんかいろんな機能スティックってあるのかもしれないので、そういうのがこうあったらなんかいろいろ試していきたいと思います。以上です。